先ほどの参議院の常任役員会で、懸案といいますか、非常に厳しい状況の課題については、昨日の党の役員会で決定した事項について、参議院の常任役員会でも了承すると、小沢幹事長、越石会長に一任をして、対応してもらうと、こういうことについて、決めさせていただきました。いずれにしても緊急を要する課題ですから、今以降どういう時間帯で三者会談がセットされるか、まだ具体的な状況には至ってませんけれども、今日から明日にかけて、昨日小沢幹事長は一両日中とこういうことを言っておりましたから、今日から明日にかけて、協議が行われるのではないかなというふうに思っております。私の方からは以上です。